はフック仙台の提供でお送りします。さあというわけでいつもだとここでまっちゃんつんだけど、はい、まっちゃんの前に俺にとってはもう非常に顔なじみななんかいいのかこのメンツっていうぐらいねえ、はい、はい、本当に、はい、というわけでまっちゃんじゃあ一応紹介してください。はい、明日5月30日土曜日、アレットレッツ2015スプリングツアー、出演のアレットレッツさんに、来ていただきました。イエーイ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アレットレッツね、じゃあ一応自己紹介しようか。はい、はい、じゃあ一応メンバーは3人です。ツアーギーメンバー2人で回ってるんですけども、うん、私以前アクスバイツというバンドでですね、ああそういえばそんなのいたね、何度も寄せていただいたことがあります、アントン前田と申します。はい、よろしくお願いします。はい、ボーカルのレイノバーニングです。はいはいはい、イエーイ。はい、ベースの、ついでございます。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。で、三重県から来ているサポートギタリストの、はい、はい、レイです。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。でもう一人だと事情があって、事情があって、声だけの出演で、声だけの出演ね、ザキということで、ザキザキでございます。お願いします。イエーイ、ザキザキって言われるとなんかあれだよね、なんだっけ、あのね、ドラクエの死の呪文だよね。そうですね。そうですね。ザキ、あとあれですよ。一気にザラキっていうのが懐かしいあれ。赤い歌割りが喋ってくんねんな。意外と意外と喋ってくる。いろいろ事情があって、あの出られないっていうやつが今一番喋ってる。いいのかこれ本当に。謎のバンドでございます。というわけで、はい、アクスバイツから、はい。鋼鉄なんとかつながってたね。まあ、あれはコピーばっかりのユニットだったんで、はい、オリジナルでやっとやっと曲をかけていただくためにやってまいりました。素晴らしい。過去アクスバイスで何度出ても何しろ話すのは楽天の話だけだったんで、楽天と F1 と競馬、あー、はい、ダービー近いですよ、どうしましょう。あ、俺そういえばさ、はい、そうだ、アントニーあったら自慢しようと思ってた、はいはい、今俺の携帯にさ、はい、マクラレンの番号が入ってる。番号って何ですか。え、マクラレンの広報担当の番号が、あの後でお願いいたします。9月鈴鹿行きますんで後でお願いします。入り口でまた待たせていただきます。そうだよね、 F1 と G1 の話ばっかりだったもんね。そうですね、しょうがねえよな。なんでバンドでゲストに来て馬と車の話しかしないで、挙句にあとは野球の話で。いや、そうですね、大体あの当時さ、今回そういえばあれだよね、はい、初めてじゃない、楽天の試合がないのに。え、何言ってんですか、今から行きますよ。あ、今から行くのか。今から読み売り倒しに行きますよ。そんなない時に来るわけないじゃないですか。あ、そっか、やっぱりあるんか。そうですよ、ちゃんと巨人セントライブが繋がってるんで。しょうがねえよな、はい、本当にこれは。結局じゃあ今回も、はい、もしかするとそれに合わせて全国ツアー、はい、いや、たまたま一応スケジュールを見て入れたらジャイアンツ戦だったっていう感じですね。嘘くせえ。やっぱりね、そうなんですよ、やっぱり日本ダービーの前にお話したかったんで。そうだ、はい、そうだよね、とりあえず今日は曲をかけるって話なんだから。そうですね、そうだよ、はい、アックスバイツの頃にかけた曲が、はい、何しろパリーグがグダグダになった時のパリーグの連名歌をね、白いボールのファンタジーをかけていただきましたが、 かけて、はい、それ以外にアクスバイスの曲かかったことないんだよね、確か。喋ってる BG でかけていただいたわけです。あくまで喋りがね、そうそうそう。いや、もう今日はもう福岡からも来てるわけですか。そうだよ、福岡から来たんだって、はい、そうですよ、福岡から、今朝今朝来ました、飛行機で。飛行機で大変。厳密に言うと、うん、昨日6時間関空で寝てるんですけど、ね、実は実は直行便じゃないわけで、ね、直行じゃないんですよ。1回関空を経由して、関空ででも6時間寝てるってのもすごいよね。福島県の名産の、ね、うん、飛行機会社があるじゃないですか。桃の家、はい、それにこう乗り継いで関空来て、でも料金がすごいですよね。やっぱすごいです ね、うん、そうだよね、すごい料金で来てますよ。福岡から、福岡から4桁ですよ。金かけて4桁ですよ。それは4桁になる。お、4桁ですよ。でしょ。でしょ。ちょっと待って、5桁じゃないの。4桁ですよ。丸は3つなんです。それさ、飛行機って言ってるけど高速道路走ったりしてない。それどっかのなんかなんかやばいあれです。あ、いや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 、4桁ですよ。え、4桁で来れるの。
空を使って、はい、すごい時代になったね。伊藤博文 6枚ぐらい。伊藤博文ちゃうわ今。そうそう夏目漱石でもないし、誰だっけ今。野口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 二つ前言うたよ。え、六枚で来れるの？来ましたね。来ましたね。え、それなんか裏技？まあ、いわゆるなんかあの期間が決まってるんですよ。2日間だけ安いピーチのっていう。ああ、なるほどね。それすごいな。俺ちょっと一回やってみよう。とか大阪ね来られるとき、いやいや博多に行きますよじゃあ。ほんなら大阪で6時間関空で。6時間大丈夫ですか？関空で。あ、お時間あったら行きますって。そうそうそう。つなぎます。6時間つなぎます。6時間じゃ済まない。済まない。乗り遅れ。乗り遅れ。第一日かかるよな。さあというわけで一曲用意してるんで、アレッドレッズ、はい、ね、今日はちゃんと試合も見るんだよということで。はい、そうですね。じゃあそれを本当に、はいはい、一撃を。一撃を。それじゃあ曲紹介お願いします、はい、今回ツアーで、デモバージョンで用意させていただきました、正式の音源は多分夏頃に出ると思いますので、おうおう、今回のツアー限定のデモリミックスで聴いていただきましょう、はい、曲はせーの、暁のブレイジングハート。
マイク上げてよ頼むからまあアクスバイス時代からね、はい、私はいろいろ音源を聞かせていただきましたけど、ありがとうございます。今回はこれをちゃんとライブでやるということで、ちゃんとやりますよ、ね、同じように私あのライブっていうと楽天の球場の外でやった、あ、そうですね、ね、はい、あのグダグダなライブしか、そうですね、聞いてないという、はい、考えてるのはそうだよね、何度も会ってるのにさ、はい、そうなんですよねえ、はい、飯食ったりなんかいろいろやってる割には、うん、そうライブ行ってないの、ね、そうなんですよ多分男には興味ないかなとずっとそっちかなと思ってましたんで、いや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 、そうだよね、球場にも行ってるし、そうだよね、女性一人入れたら多分すぐ来はりますよね、あ、行く行く行く、じゃあ、まあ、ほな今晩中に一人強制します、ちょっと待って、強制しておかしいですよねそれ絶対おかしいだろう、強制しても男は男ですね、すみません全然変わりない、いやいや今はほらあの男の子っていう男の娘っていうのが流行りだな、あ、まあ、AV の新しいジャンルでできたからね、ついにね、あ、そうなんですか、あ、びっくりするわ本当に、きついですね、いやいや、それがまた結構ね売れてるらしい、うん、もうご覧になられたんですか、そういうのね、ご覧になられたんですか、その見ました、正直面白かったです、あ、あ、なるほどこういうジャンルかみたいな、6月1日にあれですよ、はい、あの元アイドルがまた無敵から出ますよ、あ、無敵から、無敵から、もう噂の、もう出てるんですか、名前は、もう名前出てます、あのもちろん昔のその芸名というかね、はい、アイドル時代の名前じゃないですけども、知ってる人は知ってますし、もうすでにあの特典付きは、完売してます、あ、そうですか、やっぱね元アイドル AV に入るとねまず売れる、だって物が違うじゃん、もう根本的に、そうですよね、うん、かつてね AKB の、 あの某子も某娘も、 あの子だってあの年のあれだよ、あの売り上げナンバーワンだもん、あ、そうなんですね、もう圧倒的に、うちも頑張らないといけないですね、そうそうそう、やっぱり一人男の娘を作って男の娘を作って出さないといけないですね誰行く、誰よ、誰、まあ、売れないな、あ、まあ、死ねば松川さん出ていただいて一番いけるんじゃないですか、松川くんいけそうだよ ね、 ね、この中だとなんとなくいけそうだよ、いけそうだよねどういう方向性に行こうとしてるんだこのバンド、本当にさあ、というわけで今回も曲聴いていただいた通り、まあ、はい、ハードロック、はい、ヘビーメタル、はい、もうバリバリの、はい、ね、結構がっつりデモ用とは言うものの、はい、がっつり音作ってきてるよね、まあ、そうですね、やっぱり期待していただいて、ね、次へのこうステップにと思ってるんで、できれば今回はちゃんと音楽も聴いていただけたんで嬉しいです本当に嬉しいです、ちょっとさ、はい、何この後の例えばこの曲1曲だけども、はい、ライブのこのツアーやって、はい、あの CD とか出るとかの話とかはあるの、はいはい、今のところ夏に、うん、まあ、ミニアルバムをリリースするっていう流れで、まあ、レコーディング中で、当然も自分はドラムもベースも取り終わって、であとギターボーカル待ちなんですけど、ですね、はい、できれば、おー、すごいちゃんと音楽の話、そうですよ、音楽の話してますよ今日はで、ダービーなんですけどそこに落とすのかよ、でもダービーあれですよ、もし北さんブラックが勝ったら北島三郎さんが祭り歌うらしいですよ、それはすごいな、ねえ、そ、え、そうか、そうなんですよ、勝てば歌うって宣言しておられるんで、え、それってさ、はい、当然あの競馬場で歌うわけね、東京競馬場でね、うん、その場で歌う、その場で、その、そうだよね、ある意味あの馬主の権利、そうそうそう、すごいなそれ海の神はいないですけどねあそこに祭り歌われてもいやでもそれは新しいよね、ねえ、紅白で引退してる方がですよ、ねえ、東京競馬場、東京競馬場で、ねえ、いやそれはちょっと期待しちゃうな、ちょっと夢ありますよね、応援しちゃうわそれは、ね、いいなぁ、外枠に入ってましたけどね、さあどういう展開になるかですねいやだからさ、せっかくさその夏に向けて見合うという話を振ってるのにもかかわらず、なぜそっちに持っていこうとする、
じゃあとりあえず明日5月30仙台福さんでライブがあるということで言わせて、ね、とりあえずとりあえずで今日この後はこの後はコボスター宮城で、コボスターで、はい、読み量バツバツに倒していこうと思います本当にじゃあというわけでまーちゃんこれ以上話してもしょうがないと思うんでスケジュールをお願いしますはい、明日5月30日土曜日、オープン17時スタート17時30分、前売りチケット1500円、当日チケット2000円、ドリンク代別で600円いただきます。はい、ということでございますですね、まあ、私にとってはもうただのね、あの顔なじみというただの顔なじみなのに珍しくちゃんと音楽の話したね。そうですよ、すげえな、夏に向けてミニアルバム、そうですよ、まるでなんかバンドみてえじゃねえか。そうですよねっていうかバンドなんです騙されないぞ俺はというわけで、はい、今日この後、コボスタ宮城に行くと、はい、多分ちょっとロックっぽい人が楽天応援してると思いますので、はいはい、見かけたらですね、あ、もしかしてあれレッズの人ですかっていう、ね、噛みながら言ってもらえたらありがとうございます。あれレッズですかって、はい、というわけで今日のゲストあれレッズの皆さんでした。ありがとうございました。このコーナーはフック仙台の提供でお送りしました。お、なんかまた珍しいエンディング流れてるけど、あ、毎週かけてます。毎週かけてるヘビーローテーションのハッピーというバンドの曲です。はい、まあね、なんだかんだ今日この後反省会すげえ重くなりそうで嫌なんだけど俺やだな、ゲストさ入んないとめっちゃアイドルの話で盛り上がる時とものすげえ重たい話になる時と二極化してるよね絶対。これでこのまま反省会入ると多分また資本主義批判をやると思いますけれども大丈夫かな俺、そろそろいろんなとこから狙われそうな気がするんだけども。というわけでございまして、今週もいろいろ言いたい放題言わせていただきました。私与之助と、あんまり言いたいことも言わずに黙ってました、 G とアシスタントの鈴木でした言いたいこと言えないっつってさ絶対反省会で好き放題言うだろそれじゃまた来週。